今回ご紹介するのは、1940年代製造のビューレンの手巻き時計です。スイス時計産業が最も盛んだった時代に、バルジュー社、レマニア社と共に活躍した、クロノグラフムーブメント、ヴィーナス170を搭載したコレクション、30分ではない45分積算計を搭載した希少なヴィンテージクロノグラフです。文字盤は焼けたシルバーダイヤル。全数字と青焼き針の組み合わせ。インダイヤルは6時1に永久秒針、12時1に45分積算計が配された。縦目通過カウンター。外周には赤青の滝メーター。テレメーター表示、枯れ具合など時代を感じる風貌デザインです。メッキケースは角クロノプッシャーに 32mm 径ラウンドフォルム、裏蓋は SH スナップバックです。ベルトは社外製の革タイプを装着しています。現行品にはない歴史と伝統が詰まったビューレンの一品です。ビューレンは1842年にスイスで創業した歴史ある時計メーカーです。薄型自動巻きムーブメントであり、マイクロローターの特許をいち早く取得したことでも知られています。また世界初の自動巻きクロノグラフクロノマチックの開発にも参加するなど、高い技術力に定評があります。ダイヤル、文字盤、焼け、シミ、くすみなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。大きなへこみはありません。風貌、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、尾状、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法、右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。クロノの操作は、右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセットします。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で60秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 18mm です。ケース径は約 32mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 11mm、 風防を含むです。セイコー縦目クロノグラフ 6138-8020 バンダ文字盤。今回ご紹介するのは、セイコーの自動巻き時計クロノグラフ 6138-8020 です。シングルクロノに
12時間積算系と手巻き機能が備わったピラーホイール垂直クラッチ方式を採用した CAL6138B を搭載した海外向けに作られたコレクション。本品はカレンダーの曜日の表記がローマン数字と英語表記の切り替え式となったモデルです。文字盤は人気のバンダダイヤル。インダイヤルは6時1に30分積算系、12時1に12時間積算系の縦目にカウンター、3時1にはデイレートが配された実用性に優れた風防デザインです。 SS ケースは全面ポリッシュ仕上げのラウンド型、裏蓋は防水性気密性に優れたスクリューバッグです。雰囲気の良い引き通しベルトを装着しています。スポーツウォッチでありながらも幅広いシーンでご使用いただける精巧の一品です。精巧は創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動で龍図を巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。龍図は右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。龍図を1段引いて回すとデイレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。秒針はありません。クロノの操作は右上のプッシャーがスタートストップ、下がリセットです。サイズ、ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 40mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 46mm、 厚さ風防含む約 14.5mm です。ブライトリングヴィンテージ、ツーレジクロノグラム。今回ご紹介するのはブライトリングの手巻きクロノグラフです。本品はバルジュー系、ビーナス系の機械を併用し、文字盤やケースも多彩だった時代に作られたヴィンテージモデルです。文字盤は枯れたアンティークダイヤル、全数字インデックスと夜光青焼き針の組み合わせ。インダイヤルは12時1に45分積算系、6時1に永久秒針の2カウンター、縦目の存在感のある風防デザインです。メッキケースはラウンド型、裏蓋は SH スナップバッグです。角型のクロノプッシャーデザインも魅力的な、現行モデルにはない風格を感じるクロノグラフです。ブライトリング、1884年スイスのサン・キミエに複雑時計製作の工房が設立されたのがブライトリングのルーツ。創業者のレオン・ブライトリングはクロノグラフ製作の才能に富み、博覧会では数々の賞を受賞、その名を世界に知らしめました。クロノグラフのスペシャリストとして確固たる地位を築いたブライトリングは、今なお世界中で愛されている名門ブランドとして発展し続けています。操作方法、ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日龍字でゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。クロノは右上のプッシャーがスタート、右下がストップ、リセットです。サイズ、ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。
この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。